タフの〇〇に絶望した。皆さん、さようなら。この動画はウプ主が科学に関する話題で、思わず絶望したと口走ってしまったり、心で思ってしまったエピソードを紹介するコーナーです。ちなみにウプ主が最近絶望したことは、風呂場の水垢をこすっていたら特大の水垢に引っかかった爪が割れたことです。それでは紹介していきましょう。絶望した。鮮血の発見にルミノール反応が利用されていて絶望した。便鮮血とは、瓶に含まれる肉眼ではわからない微量の血液のことで、胃潰瘍や大腸がんなどにより消化管から失血した場合などに見られるよ。だから便鮮血をしっかり検出することは大事なことだけど、検出用の試薬が高価だったり、鮮血の量を把握できないなどの課題があったよ。2018年に近代のグループがルミノール反応により便鮮血を検出する方法を開発したよ。ルミノール試薬は血液の成分に反応して発光する試薬で、もしこの方法が実用化されたら、健康診断で瓶が光ったらヤバいという時代が来るかもしれないよ。ただ、食物にもルミノール試薬を発光させる成分を含んでいるものは多くあるから、その辺の影響にどう対処していくかが実用化の課題になるそうだよ。では続きまして。絶望した。森が PM の発生源になっていて絶望した。PM やエアロゾルと呼ばれる大気中の微粒子類は健康への影響の懸念から近年注目されているけど、それには燃料などを燃焼させる際に直接微粒子が大気中に放出される一次微粒子と、大気中に放出された気体化合物が酸素などと反応して微粒子に変化する二次微粒子の2種類があるよ。二次微粒子の元となるものには揮発性有機化合物、VOC も含まれていて、これは人為的には塗装などで有機溶剤などが環境に放出されることで発生するんだけど、実は量だけで言えば VOC は人為起源よりも天然起源のものの方が多いよ。森林からはテルペン類という、イソプレン骨格を有する天然化合物が多く発生していて、これらはいわゆる森の香りの成分でもあるよ。人為的な VOC の放出は確かにしっかりとした管理が必要だけど、森林由来の VOC についての研究も PM 対策には欠かせないと思われるよ。では続きまして。絶望した。永久凍土から大量の水銀が溢れる可能性に絶望した。水銀は森林火災や火山噴火、岩石の風化、さらに石炭の燃焼や医療廃棄物といった人間活動によって大気中に放出されるけど、それらは大気や海の複雑な働きによって北の高緯度地方に集まりやすく、北極圏に生息する生物や、そこで狩猟生活をする先住民の体中の水銀濃度は、世界有数の高さになっているよ。具体的にどれくらいの水銀が北極圏の永久凍土に蓄積されているのかを調べた結果が、2018年2月5日に学術誌ジオグラフィックリサーチレターズで報告され、その量は推定約5700万リットル。人間が過去30年間に大気中に排出してきた水銀の総量の10倍に上るかもしれないとされたよ。永久凍土に閉じ込められた水銀はこれまで野生動物や人間に害を与えることはなかったけど、温暖化で永久凍土が溶けるとその水銀が環境中に放出されることが懸念されるよ。では続きまして。絶望した。放射性の鉛筆が落ちていて絶望した。1971年に千葉県内の造船所構内で作業員が金属製の鉛筆のような形をした物体を発見し、それが何かがわからないままズボンのベルトに刺して下宿に持ち帰ったよ。実はその物体は放射線による非破壊検査を行うための、強力な放射線源であるイリジウム192でできた金属塊であったよ。この放射線源を拾った作業員と、彼の下宿を訪ねて同じく白いものが何であるかを知らないまま、放射線源を触っていた他の5人の作業員は被爆により放射線急性障害を発症し、そのうちの1人は右手の潰瘍と糜爛を繰り返し、結局22年後に右手の親指と人差し指を切断することになったよ。この例はあまりに安全管理がガバガバすぎたと思うけど、工場や研究所で扱っている有害物質が何かのアクシデントで、予想外のところに存在してしまう場合も想定できるから、なんかわからないものがあればむやみに触らないのが鉄則だよ。以上、科学の〇〇に絶望した、でした。続く？